ンの YouTube でポン。よいしょ。この DB 芸人とお話がしたい R、まあ、リターンズの R です。あ、びっくりした。俺ら R セーラームーンかと思って。そっちね、そっちね。バンバンバン鮫島です。山本です。はい、今日のゲストです。あ、どうも。ビートたけしさんと同じ誕生日なんですけども、ついにですね、殴り込みにたけしさんが行った時と同じ年齢になりました。よろしくお願いします。ハルプラン本当ね、早かったね。本当に。いやー、山本さん。ダンカンがやってきてね。ちょっと、フリーザーに着替えてください。なんか、解き放たれ、なんかね、自由になってるから。素晴らしい。髪型もいいっすね。いや、すごいよ。本当に。すごい。下田歌劇さんですか。そうそう、下田歌劇。そうそうそう。ちょっと、地味になりました。そうそう。バーザー70着てるんですよ。そうそうそう。嬉しい。そんなね。ずっと昔その、DB ゲイさんいろいろ呼んで、あの素顔でいろいろ反省とか聞いてきたんですけど、はい、バーさんはね、なんかずっと手つかずいたんですよ。なるほど。まあないっすから僕反省。そう、なんかね、いやいや聞いても出てこなそうな気がしてて。なるほどね。僕だからそのあんま語らないんですけど、そう記憶であんまなくてなので、芸人になるまでは狼に育てられたって嘘ついてるんですよ。その辺ももうちょっとなんかでも聞いてみたらいろいろ出てくるんじゃないかなと思い出すかもしれないんで。埼玉県深谷市出身なんですよね。そうです、うん、どういう幼少期を過ごしたんですか。知りたい。いや、でも本当にすごい田舎なんですよ、うん、埼玉ってやっぱ東京の隣というか、上にあるんで、なんかもう東京みたいなもんみたいな。我々鹿児島県民からしたら、もう埼玉、まあ、埼玉、横浜、千葉は全部東京みたいな。まあでも埼玉でそこを言えるのは、うん、まあ、大宮までですね。大宮、浦和、深谷はどの、大宮よりまた上にある。もう遥か上ですね。あ、そうなんだ。東京がこう細長いんですけども、このなんか横幅同じの縦幅倍ぐらいで埼玉があるんですね。そうですね、はい、この縦幅倍のプッチンプリンみたいなことでしょ。そうですね。このカラメルでプリンってことでしょ。プリンの黄色のこの一番上です。ああ、もう群馬だ。ああ、そうなんだ。ギャーって転んでちょっと転がったら群馬入っちゃう。まあ、かなりもう群馬より。じゃあもうほんと田舎だ。そうですね。田んぼというか、田んぼ畑、なんかこう何もなさすぎて、こう目凝らしたら向こうちょっとこう地平線がふっとこう、そのまま目を凝らしたらなんかこうフラットじゃないですか、地面って。だもう何もなさすぎて、こう地平線のこの巻きがちょっと見える。あ、地球の円が、地球の縁が見えるんだぐらい何もない。十字路までの道が全部自分より背丈のあるトウモロコシ畑とかがわーっとあるわけで、その十字路に差し掛かったトウモロコシから車をふってこう、テキサスだよ、テキサス。テキサスだよ。関東にそんな場所があるんだ。あるんだ。みたいな、そこだったんだ。これ田舎っす。だから僕の家から一番近いコンビニまで徒歩15分ぐらい。小学校とか、そう、一学年何人いるんですか。40から45ぐらい。まあ、少ないな。まあ、少ないね。ぐらい。の小学校が4つあって、で、中学が1つでそこにこう、集まってね。っていうスタイルで。高校はないです、僕の。そう、深谷市なんですけど、吸収されたんですよ。平成の大合併で、セルみたく、僕、岡部ってとこなんですけど、そこは名を残すこともなく、深谷にただただ吸収されたんです。じゃあ、生まれた時は岡部だった。岡部なんです。あ、なるほど。それこそ岡部町の最後の成人式は僕ら。小学校の時はそう、なんか人気者的な感じだったんですね。そう、イメージね。イメージはもう完全人気者。でも、人気者かわかんないですけど、まあ明るく健やかに育ってて、で、思い出したんですけど、僕、その幼少期はとにかく物が食えないのと、好き嫌いが多くて、偏食。物が食えないのとアトピーがひどくて。ああ、そうだったんだ。こんなやつ人気出るわけないじゃないですか。いや、本来車はよく結構好かれてたんですよ。ってことは結構すごくないですか。いや、そうね。そこの範囲大きいもんね、子供の時はね。なんで、ちょっと笑いを取ってたとかそんなことなんですか。笑いはでも取ってたんじゃないですかね。芸人という存在はもう分かってたんですか。あんまり分かってないです。僕は芸人をという存在意識したのは爆笑問題さんなんで、ボキャテンとラジオ、深夜ラジオが好きだったんで。そうだったんだ。そう、爆笑問題さんからだったんだ。爆笑問題さんからです。だからなんか芸人っていうのを意識したんで、そういう意味では爆笑
問題さんが皆さんでダウンタウンさんかもしれないです僕からして。まあ確かに、中学高校行って、はい、ずっと偏食はずっと続いてるんですよね。ちょっとずつ食えるものは増えていくんですけど小学校が一番ひどかったんですけど今だって野菜全般食えないじゃないですか。まあそうですね、食えるも増えてんのそれで。これはすごい増えてるんですよ。食べれる野菜の基準あるんですよ僕、うん、ほう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 。まず葉物は全部ダメです。はいはいはい、レタス、キャベツ、白菜、葉っぱ系はもうダメです。深谷ネギもダメ。深谷ネギだけ特別だ。深谷ネギ込み売ってるんだよ。深谷ネギ深谷ネギがね、うまいから一回他のネギはいけないんですけど深谷ネギだけいけるんですよ。なんでで、根っこの野菜は調理してあればいけることが多い。なるほど。カレーのじゃがいもとか、はいはい、おでんあの大根とか。あ、はい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 、はい、結構いけんじゃん。そういうのは結構いけるんですよ。ああ、いけんじゃん。野菜スティックとかもう最悪です。野菜だもんね。生の大根はダメ。ダメダメです、はいはいはい。調理されてないから。はいはいはい、なので、はいはい、意外と食えるものはあるんですよ。意外とあるじゃん。俺、その、おでんとかもダメだと思ってた。カレーとかも。いけるんですよ。朝いけるんだ。うん、そうっす。カレーも、人参とか、じゃがいもとか全然入ってても食いますし、ただカレーと玉ねぎは合わないと思ってるんで、あんまり好きじゃない。玉ねぎがそう溶けきってればいける。まあまあ、そうっすね。はい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 、牛丼とかでも、白、ま、もう、白すぎないっていう、分厚い玉ねぎは嫌なんですよ。あるある。食ったくたなってないですね。はい、はいはいはい。もう、茶色じゃんっていう。玉ねぎはもう全然、絶対なってない。だからうまいと思います。はいはいはい、だからうまい。味が染み込んでやったらいいけど。はい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 。子供の時はそれもいけなかったの。その辺も、ダメでした。へぇ、給食でカレー出てもその根菜は全部、あ、そうっすね、野菜全部省くみたいな、避けながら、うわー、ーご飯とかで食べてました。うわー、よく元気育ったね。でもね、本当にそうですね。パンダとかさ、笹だけでさ全部の栄養素賄ってるじゃん。そういったことだよね。あ、そうです、ライオンなんすよ。ライオンに近いんですよ。それらとは違う栄養素が入ってくるんだよね。そうそうそう、ライオンって本当に肉しか食わない。そうだよね、それで全て賄ってる、ね、で自分の体でその肉の栄養からビタミンとかを、ね、うん、勝手に生成するようになってるんで。だからなんかいろいろ食うの良くないんですよ。絞った方が人は強くなるんですよ。まあまあまあ、お笑いはやっぱいろいろ手出してる人より漫才一本の人の方が漫才面白いじゃないですか。まあまあ、わかるわかるわかる。ずっと同じことやってる人の方がやっぱ強い。強い。食べ物もそうなんですよ。そこはわからんな、でも。まあ、ちょっとまあ納得はできないけどな。この先どうなるかわかんないからな。まあまあまあ、まあ。知るとき初めて答え合わせができるから。今のところ僕がよく言うのは、その野菜を食べる人の死亡率は 100%。 いや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 。水飲む人もそうだから。水もそうだから。水飲む人みんな死んでるから。でも昔よりは、その筋トレを始めたことで、はいはいはい、筋トレとダイエットをやったことが、きっかけで食べ物はその栄養とか気にするようになって、で野菜が今まではただ嫌いだから食べなかったところから必要ないから食べないに変わりました。あー、なるほど、考え方が、考え方が変わった。これは食わなくてもいいもの。好きな人がただ食べればいい嗜好品。タバコとかと一緒です。違う、タバコとか、タバコはちょっとあれかもしれないけど、嗜好品ではないよ。プリンとかと一緒です。好きなら食えばいい。これが健康診断もう何にも引っかかんないんですよ。確かに、あー、それはすごいよね。しかも身長伸びたんすか。嘘だよ、嘘だよ、それは。筋トレをしたことで背筋が伸びたのかもしれないですけど、成長ホルモンがまだ分泌されて、あ、でもまあなくはないかもしれないですね、はい、でそれ高校入って、高校入ります、はい、部活始めるんですよね、確かね。そうですね、バレーボール部、うん、それきっかけとかなんかあるんですか。きっかけは最初はそのなんかいろいろ部見学して結局なんかあんまやらずにちょっとサッカー部入ろうかなって感じだったんですけど、きつかった、結構きつかったんです、うちのサッカー部なんで、まあやめて。きついからやめるって。県北で一番強いぐらいだったんですよ。それでまあ入らずにいるフリー期間があったんですけど、その時同じクラスにバレー部の友達がいて、そいつがこいつ面白いなってなって、僕のことを。で弱かったんで、超弱小チーム、バレー部が、バレー部だから、もう素人でもいいから入ってくれた方が楽しいみたいなっていうので誘うために、僕がそれまで例えばキャプテン翼を呼んで小学校の時サッカーやってた、はい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 、で中学はルローニケンシンきっかけで剣道部に入った。そう、漫画きっかけで、めちゃくちゃ面白いじゃん、っていうバカすぎる、バカすぎる、ね、正しいバカ、正しいバカだよ、ね、で、あんな起点ミスルヒルみたいなのができないと、そこで中学でやらない、正しいバカだ、すごい正しいバカだ。僕が頑張って練習してる間にヤヒコの方が強かったんですよ。10本肩が光って、嘘だろってなって、あれ、かきてるもんだから、かきてる
俺自由だからあれは。マジかーってなってもうやめようってなって中学でやめたんですけど、だから剣道部からも誘われました。ああ入って経験者だから、はい、2段も2段なんですよ。2段は強いな。2段なんで、でもまあまあちょっともう冷やひこにも勝てないで、その友達が、うん、こいつはそういうやつだってどうやら分かったらしくて、はいはいはい、当時サンデーで、うん、リベロ革命っていうバレーボールの漫画が連載していて、これだと思って4巻ぐらいまで出てたんです多分その時、はい、それをバレーボールでもリベロっていうなんかポジションができたの、その出来たて。そうですよね。僕が中2ぐらいか中3ぐらいになかったもんね、リベロっていうのね、はい、それを取り上げた漫画、はいはいはい、リベロ革命っていう漫画を 4冊5冊ぐらい買ってきて、はいはいはい、僕に与えたんですよ、読んでくれと。友達が友達が買ってで読んだら、わざわざ超面白い、俺リベロやる入らしてっつってバカじゃん。ただ正しい正しい純粋なのいいよ、すごいじゃん、すごくいいよ。でも読み切ったその日にもう入部届け出したって超入り込んでるからもう超すぎるな。でまあ背もちっちゃかった、もうずっとちっちゃいんで、まあもう俺ずっとリベロやるわ、ね、バレーボールだったらね、うん、もう卒業するまでアタックの一つも打たずにリベロをずっとやってました、ね、どの辺まで行くんですかその大会とかで、うん、めっちゃ弱いですずっと1回戦負けです当たらなかったルーキーズみたいな川戸が来なかったルーキーズみたいな感じだったんですよ。あーかわいそうだな中学で結構そこそこやってたけど、うん、高校ではそんな熱くやりたくないみたいなのが集まってきて、うんうん、自由な校風も相まってまあこれはこれ嘘なんですけど嘘なんですけど部室でタバコ吸いながら麻雀やるようなあー嘘ですよ、ね、まあ、まあ例えで言えばね、例えで言えばそんぐらいのそんぐらいの、ね、でその俺を誘ってくれた友達は結構真面目だったんで、はい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 、で中学が、2年までスタメンで1個下のやつがすごくなってスタメンを奪われて、高校で頑張りたいと思ってたのに、あこんな感じかってなって嫌だったみたいなのがあって誘われて、で入って、うん、僕らとその1個下までなんかすごく良かったんですよ。ほう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 。僕らは超真面目で、うんうんうん、自分らの代はもう収録で練習必ずやるぞと、先輩みたいな感じにならないぞと、うんうん、なんかまあ仲良かったんで、うんうんうん、先輩らから変わったんですよ。僕らが入ったことで一個上の先輩が変わって、はい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 、ちゃんと練習やろうになって、はいはいはい、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、みんなタバコやって、うん、ああのステロイドイメージイメージ嗜好品をやめてね、嗜好品をやめてで、ちょ本当に本名忘れちゃって申し訳ない、全然月に1回部活来たらいい方の、はいはい、これあだ名です、はいはい、ジャンキー先輩って方がいて全部やばいよちょっとまあまあまああだ名あだ名だからね、あだ名僕が入った時にはもうその僕は後から入ったんで入った時はそのあだ名だった、ジャンキー先輩はもうピアスめっちゃ開けてたんですよジャンキーですけど、最後の半年ぐらいの時に外して練習、はいはいはい、で、この先生は全然バレーとか分かんない人だったんですけど知らない人だったんですけど、もう泣いちゃって、お前がこんななるとはみたいな、で、うん、1回戦敗退だったんですよ別にそこはいいじゃん強くはなんだけどそこまで言うときがあるで、僕らの代になっても当然弱かった、指導者がいないんで、で、僕らが3年になった時にようやくちゃんと教えられる先生が来て、で、お前ら潜在能力あんのにもったいないよって言って、2ヶ月でその地区予選突破して県体育チームに作って指導者すごい、やっぱ学生って指導者なんですよ、指導者だ。でも何が大きく変わったってわけじゃなく、なんかやっぱり諦めちゃう、はいはい、負け癖がついてて、もうこう良くない空気になった時に諦めちゃうのは良くないと、はいはいはい、でも僕を中心に明るいやつが多かったんで、その空気を出すなみたいなのだけすごい指導されて、はいはいはい、空気感だけ毎回不快地の空気になるなみたいな、マインドだマインドで、マインドでだ、その潜在能力がやっぱあったんだ、あったっぽいですね、でなんか1個下2個下は県、うん、16ぐらいまで、あすごいね、はい、その部活の中ではやっぱムードメーカーだったの、ムードメーカーでしたね、自覚はあったの、やっぱそういうありましたね、自分から明るくしていこうみたいな、そうですね、だ僕途中入部なのに部長になりましたから、あ、明るさと面白さみたいな、そうですね、あとなんか言えるっていう、こうしようよみたいな、あなるほど、誘ってくれた友達は経験者で、うん、そいつがキャプテンになるんですけど、その部長とかは仕切るのは全部もうお前に任すわって言って、今でもやっぱそういうムードメーカーみたいなポジションはあるもんね、アニソンディスコの中でもね、若手のなんかこういろいろ
教えたりしてくれてるじゃないですか。こうしようよって言うもんね。こうしよう、ああしようとか。こうしようとか言いますね。ああ、やらせてくれるじゃないですか。やっぱ全然今でもやっぱそんなあるんだな。あ、なんか根付いてるのかもしれないですね。いつからそのお笑いを意識するんですか。お笑いは、うん、まあやっぱその爆笑問題さんのラジオは上京しても聞いてたんですよ、うんうんうん、ずっと。高校時代はそんなに。高校時代も聞いてます。うん、中学1年からその上京して、うん、もうずっと毎週伊集院さんと爆笑さんはずっと、そうだったんだ。月火は夜更かしする日って決めてきて、でもずっと聞いてて。ラジオっ子だったんだ。で僕は高校卒業して、うん、なんか何か大志を抱いたわけじゃなく、うん、ただ田舎にいるのが嫌で、はい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 、東京出てきたんですよ。はい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 、はい、もうその原因とかじゃなくて、東京に行ってみたい。ここを抜けて東京っていう。そうっす、うん、トンボ聞きながら最後はだから引っ越すぞって日は MD ウォークマンでトンボ聞きながら長渕長渕みたいくらいに憧れた花の都大東京に向かって高崎線できないでくれ高崎線海賊アーバン乗って行きましたわ行って、はいはいはい、で3年くらい本当何にもしてないっていうか、ただのフリーター、はい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 、やってる時期が。何度バイトしてたんですか。バイトはビルの窓拭きを。ああなんか聞いたことあるな。ビルの窓拭きを やりながら、うん、知り合い、まあ、バレエでなんとかこう友達を増やして、うん、当時やっぱネットの掲示板とかでメンバー募集とかいろいろあったりとかして、はいはいはい、いろいろ申し込んで、はいはい、いろいろ入った結果、うん、昼そのバイトして、うん、夜週4ぐらいでバレーしつつつつ、その中のチームの大好きじゃん一人がその高校のコーチをやってて、はいはいはい、東京とかってやっぱ顧問が足りなかったりとか、ね、うんうん、自分の高校のコーチやってて、レシーブ教えに来てほしいって言われて、週3で高校のコーチも言ってたんですよ。へぇ、昼は あのバイト、うん、でその後すぐ高校のコーチ週3、4で充実してるな。夜は自分の練習が週3、4でめちゃくちゃ充実してるなんかっていうだけの3年ぐらいを過ごす。なんかでもそれはそれで充実してる感じがするからかな。それであっという間になんか3年ぐらい経ってましたね。21とかか、21ぐらいですかね。なんか何もやってないなみたいになって、でなんか何も抱きに来たないけど、なんかビッグにはなりたいと思ってたのかなと思って、はいはいはい、なるほど、自分でそうね、とぼけんだもんね、やっぱりね。そうっすね、とぼけしてるんで。そうだよね。で、なんかいろいろ雑誌とか見せたら、うん、原始人事務所っていう意味わかんない事務所が来ましたよ。募集をかけて、で、どういうことなんだろうなと思って、まあ一応こうホームページをワンクリックしてみたんですけど、社長属してました